ルーマニアは着実に得点を重ねています。さあそしてマリネスクです。こちらが今回赤羽さんが推薦する注目選手。これはもう今ルーマニアのエースになりうる選手ですね。シモナ・アマナル、そしてマリネスク。このマリネスクはですね、ルーマニアのまだ15歳なんですが、今年のヨーロッパのジュニア選手権個人総合で1位になった、はい、非常にメンタル面というか非常に度胸のある選手らしくて、はい、ほとんど試合で緊張したことがないとインタビューでも答えてました。15歳のマリネスク、この平均台は今年の4月のプエルトリコの種目別世界選手権で2位になっていて、大変自信を持っている種目だということです。かつてルーマニアのドブレという選手がいたんですけど、ちょっと雰囲気が似てますね。あ、速報の抱え込みの宙返りですね。これは D 難度です。これは飛びですね。これも D 難度です。後転飛び後方宙返り、後転飛び後方宙返りと、こちらも4回続けました、はい、非常に技と技のつなぎ目の動きが非常に特徴があって、手の使い方が面白いですよね。さあここも折り技を単独ではなくてシリーズからやります。あっと、3歩大きく後ろに下がってしまいましたマリネスク。これはマリネスクにしては珍しいミスです。いつもはあそこでピタリと着地を決めてくるんですが、ちょっと珍しいミスが出ました。マリネスク、あれは去年の日本のサバイの世界選手権で審議申請したものですね、はい、先ほどのマリネスクの平均台の得点は 9.68 と出ています。